あ、でもタイタです。モタです。本日はですね、はい、まあブライトンの移籍情報、うん、まああくまでもまあ噂ですけど、はいはいはい、まあ信憑性高いものから低いものまでいろいろあるんですけど、うん、残念なお知らせで言うと、はい、マックアリスター、はい、リバプール、はい、確定みたいな出てましたし、うん、最終節のビラ戦あったじゃないですか。あったあった。マックアリ試合終わった後もう泣いてるんですよ。もう確定なのよ、それは。逆に残るやつは泣かんから、ね、そう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 。そ熱いやつですよね、幕張は。そうだね。もうなんか一席決まってる中でも守備最後まで滑ったりとか、うん、体張ったりもしてたし、うん、決まってる中でも最後やりきってくれるっていうところも熱い男ですし、ね、まあその次で言うと、まあ、カイセドですよね、やっぱり。カイセドね。カイセドも、うん、あの、冬の移籍のタイミングで、はい、アーセナルから、うん、もう約121億円のオファーをブライトンが一回拒否してるんですよね。そうね。でさらにそこから2027年の6月30日まで一応延長して、はい、だから一瞬行けるタイミングをちゃんと断ってるんだけど、うん、それでもやっぱアーセナルが、まあでもライスも取ろうとしてるから、アーセナルは。あ、そうね。そうだから俺意外と残るんじゃないかなって思うんだけど、うん、やっぱもう蓋開けたら移籍市場って結構ね、そうね、予測不可能というか、うん、全然取られる可能性あるんで、うん、まあ、マックアリスターとカイセド柱じゃないですか。はいはいはい。まあ補正はほぼ確定ですし、はい、一番恐れてるのが、はい、三笘薫ですよ。で三笘薫、はい、もうつい最近日本に帰国してます。ああしてるね。で日本のインタビューで、はい、移籍どうするんですかみたいな話になった時に、はいはいはい、まあ一応ブライトン残留に進むとは思いますって言ってるんですよ。おお。だから三笘の中ではもうブライトン、うん、まあこのまま行くと残留する方向性なんだけど、はい、僕自身、うん、何が起こるかわからないのがサッカーの世界なので、はい、そこに関してはもう、はい、何も言えませんって言ってるんで、今のところは残る可能性高いけど、はい、いやもういきなりえげつないオファーとか全然来るから来るからね、サッカー界はね。マックアリスターとカイセドがほぼ確定でいなくなると、はい、でそれって冷静にやばいじゃないですか。やばい、もう柱2枚いなくなるね。鬼滅の刃でいう柱2人いなくなるみたいな感じでやばいよもうけど、はい、安心してくださいって、はい、補強リストがあの僕ら全員プレースタイル見ました。見ました。プレッシュ、はい、あの安心してください、本当に大丈夫です。もう安村もう履いてます。もう全然大丈夫です。大丈夫。ちょっとじゃあ信憑性高いところから行こうかな。はいはいはい。でもうマッカリスタとカイセドボランチの要じゃないですか。そうだね。でそこ一番やっぱヤバいと。ヤバいヤバい。でまあ旗手とかも噂あるんですけど、うん、それこそ僕が一番ヤベえなって思ったのが、はい、ダフード。おー、ドルトムント。はい、ドルトムントのダフード。はいはい、はい。まあ、年齢で言うと、27歳の選手なんですけど、まあ、ボランチの選手なんですけど、うん、本当プレー集、ちょっとみんな見てもらいたいんですけど、プレス体制、本当にバグってる。うん、確かに。なんか、ドルトムント対マンチェスターシティの試合の映像があって、僕それ見たんですけど、うん、いろんな、フォーデンとか、うん、ギュンドワンに囲まれてる中、うん、自分のペナルティエリアの目の前で、真顔でドリブルします、もう。だからもうなんかデゼルビにすでに調教されてるんじゃないかみたいな、もうデゼルビに塩もみされてるんじゃないかぐらいのバグ度なんで、もう下処理されてる、もう下処理されてんの。もうブライトンいつでも入れますよみたいな。やばいね。そうで、やっぱペナルティエリアの中でさ、えげつないビルドアップするじゃないですか。するする。であそこでやっぱボランチって絶対ビビっちゃダメだし、うん、まあ、ギルモアとかももちろん剥がせますよ、うん、パンパンってダイレクトプレーで自分でそれをひっくり返すことってあんまできないじゃないですか。あ、そうだね。プレス体勢高いんだけど的確な判断で散らすのがメインじゃないですか、うん、ダフードはそっからもうひっくり返せますもん。ドリブルでやばいよね。相当運べるし、うん、相当周り見えてるし、うん、プレス体勢相当バグってるから、えぐいね。多分即スタメンだし、うん、俺下手したらダフード10番でいいんじゃねえかなって。確かにね。いやそのぐらいの選手、ね、そのぐらいの選手だよね、うん、いやだから一回見てください。そうダフードのプレッシュ絶対見てほしい。見てほしい。あの安心するから、うん、あ中盤大丈夫だわってなる、うん、で一個気になるのが、はい、やっぱそのマックアリスタと解説だってまあ運べるじゃないですか、うんうん、けどカイセドのすごいところってやっぱ守備強度なんですよ、うん、ああ確かに、ね、でそこを補ってるのがやっぱミルナーなのかなっていう。はい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 。でまあ38歳ですけど、まあ、年齢ちょっと気になるんですけど、うん、まあリバプールからミルナーが、はい、まあ、基本的にはもう合意してると。でミルナーのプレッシュもまあ見た、まあ、ミルナーはまあ見てるから、うんうん、まあ、みんな多分ねおなじみだと思うんですけど、はい、やっぱ守備強度高いと。えぐいね。そうだから結構カイセドに近いんですよ、守備強度で言うと。で俺の中でミルナーって結構ワイドレーンのイメージあって、あ
はい、中盤のテクニック面だとやっぱカイセドとマクガキと比べたらちょっと落ちるっす。そうね。けど強度は本当に、うん、なんならカイセドよりも気持ち乗ってるというか、確かに確かに、周りがなんか鼓舞されるような守備強度だから、はい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 、ね、ブライトンの若手集団にはすごいいい刺激なんじゃないかっていう。そうだね。38歳のミルナーが率先して守備強度一番やるから、うん、俺もやんなきゃってなるような、うん、まあ見た目もそうですし、そうね、まあ行動もそうですよね、うんうん、だから今のブライトンのなんつだろう、なんかしょうもない失点結構多いですか、はいはいはい、あるあるある、あれを締めてくれるのがミルナーになるんじゃないかなっていう。ああ、そういう立ち位置大事やね。だからマック・アリスターはダフードで補えると、はい、ただカイセドよりちょっとね、ボール持った時のクオリティ落ちるけど、うん、もっとその全体の強度上がるっていう意味で、うん、ミルナー、はいはいはい、だからマクアリとカイセドは、うん、結構もうダフードとミルナーで俺的には解決できてるんじゃないかっていう。確かに確かに解決するね、それだと。そう、うん、であとやっぱ右サイドバック、俺ブライトン甘いと思ってて、ちょっとフェルドマンとか、ね、まあもちろん悪くないんだけど、うん、ミルナーのサイドバック、うん、カイセドがサイドバックやってるみたいな感じになって、あ、確かに、そう、ミルナーいいんじゃないのかなと。はいはいはい、確かに。そうで、あともう一人ね、はい、ジョアン・ペドロ、わあ出た、まあブライトンの歴史上最高額の移籍金で加入してくる、はいはいはい、21歳の選手、はい、まあこれ三笘とポジションが被ります、左ウィング、左ウィングね。でプレー見ましたと、まあプレー集でしか見れてないですけど、はい、ドリブラーだと思うじゃないですか、うん、もう左ウィングで50億も払ってくるから、うん、意外とテクニシャン系なんだよ、ね、あ、そうなんだ。そうそうそう、なんか縦ぶち抜く系じゃないんですよ。あ、そう、縦ぶち抜いてるシーンほぼなくて、うん、ニューカッスルのイサクとか、ああ、はいはい、はい、あとデンベレ、バルサのデンベレが、はいはい、ハーフレーンでプレーしてる時みたいな。なるほど、ね、デンベレもぶち抜けるけど、うん、結構中だとめっちゃ繊細じゃないですか。そうだね、うん、でイサクも繊細、うん、意外と思いっきりぶち抜くみたいなタイプじゃなくて、はいはいはい、ぶっちゃけ僕の中では、うん、三笘の方が全然、あ、ぶち抜けてる、ぶち抜けてるし、うん、中でのコンビネーションは三笘に近いから、あ、それこそ、まあ、トップ下ジョアン・ペドロ、うん、左ウィング三笘の連携とか、うん、俺相当すごいんじゃないかなっていう。なるほど、ね、だからマッカリスターをちょっとなんかドリブラーにしたみたいな、はいはいはい、けど、まあ、マッカリスターよりは、うん、まあ、ファンタスティック性はないけどみたいな、うんうんうん、けど、まあ、全体的に能力も高いみたいな感じで。なるほどね、しなやかなんよね、はいはいはい、そう、なんかジョアン・ペドロ俺勝手にスーパードリブラーだと思ってたんだけど、いや俺も思ったよね、プレッシュ見たらねそうそう、意外としなやか系だったんですよ。そうなのよ。で、まあ、ジョアン・ペドロもほぼ確定と、はいはいはい、でもう一人、第二の三笘って言われている、ああいたね、あのユニオンから、うん、まあ、三笘もベルギーでやってましたけど、はい、シモン・アディングラっていう21歳の選手がいて、はい、まあ、ジョアン・ペドロはもう鳴り物入りで入ってきてるからそう、ね、おって見たんですけど、うん、シモン・アディングラも多分みんなチェックしてないじゃん。そうね、僕らシモン・アディングラチェックしたんですよ、はい、正直言います、シモン・アディングラの方がやべえっす。やばいっす。シモン・アディングラ、多分ボール持った時のポテンシャルとかで言ったら、うん、マジ三笘下手したら超えるんじゃないかぐらい。超えるんじゃないかぐらいあるよね。そう、多分ドリブルというか、うん、その、躍動感、うん。空飛んでる感じなんだよ、そう、もう。そう。もう、キックフェイントも三笘並みに深いし、うん、もう一回キックフェイントして、もう一回キックフェイントして、うん、なんかもう、三笘をヤンキーにしたみたいな感じなんだよ、ね。わかるわかる。ね、頭狂いながら、えげつないドリブルしてくるみたいな。ああ、そうね。で、多分コンビネーションとかは、うん、多分三笘とかジョアン・ペドロの方が多分いい。はいはいはい。で、シモン・アディングラっていい意味で多分ドリブルモンスターというか。そうだね。そう。めっちゃキレキレだもん。めっちゃキレキレで、うん、パスっていうよりかはドリブル。うん。だからこれは俺すげえオプションとして、そうね。残りね、75分ぐらいとかで、うん、まあ結構ブライトンって前線で手詰まったりするじゃないですか。うんうんうん、そういった時にシモン・アディングラ投入するのは、うん、マジで、もう覚醒剤的な感じで、ね、もうみんなバグると思う。バグ。うん。バーストモード入るから、そんなドリブルする選手だから、そう。結構いいんじゃないかなっていう。しかも点取れるから、ね。そう、点も取ってるしね。うんうん、迫力あるんよ。迫力あるね、マジで。そうそうそう。だからね、うん、もう幕開き解説でいなくなってやべえって思ってるけど、うん、なんなら、うん、ほんとこの遺跡、今言ったジョアン・ペドロ、シモン・アディングラ、ダフード、ミルナーが、うん、本当に4人全員入ってくれるんだったら、うん、今より強い可能性全然ある。で、しかも1年目からデゼレビだし、あ、そうね。っていうのはあるんで、確かに。そう。で、それプラス、まあ、まあ、もともと噂になったのは旗手レオですよね。はい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 。で、旗手ってやっぱりボランチもトップ下も左サイドバックも高いクオリティでできますし、うん、やっぱ能力も高いっすよ。そうね、アジリティもあるし、うん、体も強い、硬いし、強いね。まあ、東京オリンピックの時とかもね、左サイドバックですげえクレーバーだったし、うん、そうね、強度も高いし、うん、で、やっぱフロンターレの時もさ、うん、三笘もやっぱフィジカル面でズバ抜けてたじゃん。うん、旗手もフィジカル面で結構ズバ抜けてたから、はいはい、多分能力はそもそも高いから、うん、で、ね、静岡学園出身っていうこともあって、うまいし、うん、まあ、フロンターレのパスサッカーもやってるし、うん、まあ、三笘の理解者ということもあって、はい、三笘のね、
モチベーション的にも旗手の投入はいいと思うし、そうね、まあ、ダフード見るのはもうもちろんいいんだけど、やっぱヨーロッパリーグも出るから、うん、試合数増えるし、ね、絶対旗手は俺いた方がいいと思うし、そうだね、でそもそも旗手もね、なんかセルティックのパーティーみたいな抜け出して、ね、ブライトン行ってで、お前ブライトン行くのかよみたいな、見合わせかみたいな感じだったら、いやそういう意味じゃないですよ、でまあ家でブライトンの試合は見てましたけどって、やばいね、だからその言わなくていいこと言ってる時点でちょっとブライトンにも媚び打って言いつつ、ね、セルティックも担保してるみたいな節を俺感じたんで、そうね、旗手は結構俺濃厚なんじゃないかなっていう、で安定して試合出れると思うよ、そうだね、そうレギュラーでも出れる可能性あるし、やっぱヨーロッパリーグとかね、うん、もう試合数増えるんで、うん、絶対コンスタントには絡める選手だと思うし、そうね、結構俺もこの5枚の時点で強いと思うよ、潤ってるよ、潤ってるいや強いよ強いよまあ海瀬のでこれでワンチャン海瀬の残る可能性も全然あるから、ね、可能性あるからね、そううん、いやめっちゃ強い、めっちゃ強い、まあ、三笘とカイセドとマッカリスター仮に抜けたとしても、うん、多分強いと思う、強い強い、うん、であとやっぱ俺が一番懸念してるのはやっぱコルウィルが買い取りオプションないんで、はい、一旦とりあえずチェルシーのものになると、一旦ね、で左利きのセンターバックであそこまで器用なクオリティというか、うん、プレス体勢もしっかりしてて、うん、まあ、ロングボールもね、そうね、プレス体勢もあってロングボールも蹴れるっていうコルウィルの存在が、うん、あの代わりがいなさすぎると、 そう、ね、そもそも左利きのディフェンスがねほぼいないんで、いないね、うん、そこはちょっともう前線と中盤は超充実してるから、充実したセンターバック左利きちょっと本気で欲しいね、欲しいですね、うん、であとまあ噂、最新の噂追加されたのが、はい、古橋亨梧もブライトンということで、あ、そうなの、まあこれも信憑性わかんないですけど、うん、まあ古橋はね、うん、まあ、2025年まで、まあ、セルティックとの契約残ってるけど、はい、まあ、プレミアムリーグがもう彼の獲得に動いたらもうセルティックは彼を引き止めることができないと理解しているっていう、まあ、そのようなあれがあって、うん、でまあ移籍候補としてはクリスタルパレスが獲得レースの先頭に立ってて、まあ、約移籍金で言うと26億円、サッカー面のことも考えてよりいい移籍はブライトンだろうみたいな、うん、まあ、セルティックマンチェスターシティのようなワイドレーンとハーフレーンの積み上げできてる、めちゃくちゃしっかりしてるパスサッカーなんで、うん、距離感も短いですし、そうだね、まあ、古橋ってねやっぱボールの引き出し方も上手いし裏の抜け出し方も上手いんで、うんうん、古橋ってやっぱちっちゃいんで殺される前にさばけるし、うん、けど一個懸念点としてはやっぱブライトンってね、まあ、ウェルベックボランチぐらいまで落ちてくるときはさばけるじゃないですか、うんうん、けどやっぱハマってるときにセンターバックからフォワードに一発でつけるときあるじゃないですか、きついボールね、そうやむを得ないとき、うん、あそこってやっぱファーガソンとかウェルベックぐらいのガタイないと、うん、確かに、あの役割は多分俺できないと思うから、あ、そうね、だからまあエンシソみたいなフォワードになるというか、うんうんうん、そうよりもっと中盤寄りのというかトップ下とかね、そうで逆に1個もっと落ちてもいいと思うけどね、ああなるほどね、まあフラシーも全然マッチすると思うけど、うん、まあ今の状況で言ったら、うん、まあ、シモア・ディングラとかねペドロとか来るとしたら、うん、旗手の方がそうね濃厚なんじゃないかなということで、うん、いやもうこの感じだったらめっちゃ強いっすよ、いや強いよ、だから三笘さえ残ってくれれば、うん、もう来シーズンのブライトンめっちゃ楽しいっすそうね、まあこの補強がね全部実現したら、うん、全然幕張と海鮮のアウト、うん、そんな気になんないっす、そうだね、まあ俺らのおすすめではやっぱダフード、ダフード完全にもうみんなファンになってるよマジや、ダフードやべえみたいな、やばい、絶対なると思う、なるなる、昨シーズンでいうまあカイセド的な、そうだね、カイセドやっぱやばかったじゃないですか中盤で、うん、あの枠で、うん、ダフードで楽しめると、そうね、うん、でまああとまあ日本人でタイミング的にもいいんじゃないかなって思うのが、うん、まあ、個人的には上田綺世かなっていう、ああ上田綺世ね、うん、古橋よりも、うん、上田綺世の方がちょっとブライトン向きなんじゃないかなっていう、そうだね、あのまあそれこそねセンターバックからハマってる時に1個飛ばした時の、うん、上田綺世フィジカルあるし、うん、あとブライトンってね引かれた時に押し込んで、うん、なんかラフなボールやっぱウェルベックしか合わせられる選手ないじゃないですか、そうだね、うん、上田綺世もねやっぱジャンプ力とかバネすごいんで、そうね、上田綺世それもできますし、確かに、あとシンプルにゼロトップの器用なんすよね、そうだね、上田綺世って器用なんすよ、器用だよね、そう普通にボールさばけるから、うん、戦えるさばける、うん、最後押し込める、うん、でさらにオフザボールもめっちゃ裏抜けの動きもいいんで、そうね、絶対コルビルと相性いいんだよな上田綺世、ああ確かに、ね、コルビルのロングボールに気づいたら上田綺世抜け出してるみたいな、ああいや多分目合ってるんですね、目合ってる、うんうん、コルビルとりあえず上田綺世見る感じになると思うんで、確かに上田綺世ね、まあ、結構ベルギーもね、うん、あのなんだかんだブライトンの畑じゃないですか、確かにだからチェックしててほしいけどねみんなチェック、いやチェックしてると思うよ、そうで三笘と上田綺世相性いいじゃん、オリンピックの時とかも、ね、うんうん、三笘もちょっとねデゼルビの耳元でね、うん、綾瀬って無敵な笑顔でメディア荒らしてほしいけどね
夜遊びの方の綾瀬来ちゃった。でもそれぐらいもう三笘のブライトンのアイドル的な感じになってますからね。アイドルだ。ビジュアル面でも、プレー面でも。でそこに綾瀬来たらもう夜遊びしだすもん、ね。夜遊びしちゃう。夜遊びしだすもん三笘。夜かけるよマジで。はい、人間の夜遊び見たくないの。嫌だね、奥さんだからね。嫌だわ。昼遊んでほしいですね。昼遊んでいい。まあということで、はい、まあ今回はね、うん、まあ最新の放出と、まあ補強のブライトンの、うん、まあまおまとめと、はい、まあ補強してくる選手のプレースタイル、はいはいはい、をちょっとね、まあざっくりですけど解説したんで、はい、まあブライトンファン、三笘ファンはちょっと安心できるんじゃないかなって。そうだね。まあ三笘も今のところ残る動きを見せてるんで、うん、まあ今後もねタイタイ FC と楽しんでいただければ、はい、来シーズンの三笘とブライトンを、はい、よろしくお願いします。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。